日本鹿児島県薩摩仙台市小倉,小倉町小倉町は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧薩摩郡高城郡水引号小倉村、高城郡水引村大和小倉、薩摩郡西水引村大和小倉、薩摩郡水引村大和小倉和、小倉川内市小倉町。郵便番号は899-1922。人口は500人。 世帯数は225世帯。小倉町を流れる小倉川薩摩仙台市の本土川の西部、川内川の下流域に位置している。阿生駅の北方から東方にかけては、洋勢町、南方には高江町、西方には湯島町、水引町、東方には五大町がそれぞれ隣接している。阿生駅の南端部には川内川が流れ、それに沿って、 鹿児島県道44号京白大小路線が通っている。また、中央部には国道3号が東西に通っており、それに沿って必殺オレンジ鉄道線が通っているが、地域内には駅は所在しない。その他東端部にある岩本交差点で、鹿児島県道340号湯の元助目屋線が洋勢町方面に分岐する。また、 町域の中央部を南九州西回り自動車道が南北に通っており、高江町との間は川内川大橋がかかっている。集落は国道3号付近の川底集落や県道44号付近の小倉集落があり、地域の中央部を南北に流れる小倉川周辺に水田がある。小倉という地名は江戸期より見え、薩摩国高城郡。 水引き里のうちであったが、江戸前期から中期にかけては五大村と共に水引村となっており、天保年間には水引村は区内村に吸収されたことが確認されている。その後国ら村は五大村と共に区内村から分離したと考えられている。1889年に町村制が施行されたのに伴い、水引里の区域をもって水引村が成立し、 それまでの小倉村の区域は水引村の大技、小倉となったが、2年後の1891年に、阿密にある石灰工場の利益特占を狙い、阿密、小倉、草道の3大技が西水引村として、その他の3大技も東水引村として解体分割され、水引村は消滅し、小倉は西水引村の大技となった。1929年には、 東水引村が熊野城村、平助村と合併し、川内町となったのに伴い、西水引村は水引村に改称。小倉は水引村の大技となった。1951年4月1日には水引村が川内市に編入された。同月の11日に、鹿児島県広報に掲載された川内市の区域内の一部の大技名及び、 区域変更により4月1日付で、元薩摩郡、水引村大和小倉の区域をもって新たに、川内市の町、小倉町が設置された。2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、下古敷村、上古敷村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。 この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において川内市の町、字については現行通りとすると協定されたため名称の変更は行われずに薩摩仙台市の町となった。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。麻井機内には必殺オレンジ鉄道線が中央部を通っているが、地域内には鉄道駅は所在していない。最寄り駅は草道駅、または上、川内駅である。ありがとうございます。